はい、皆さん、こんにちは。ギサと申します。本日は、大奥の15話、まあ、シーズン2の5話の、感想解説をお届けしていければと思っております。まあ、私がですね、まあ、ドラマを見た上で、私はこういう風に楽しんで解釈してってことを、お届けしていく動画となりますので、まあ、ドラマ解説チャンネルでございますので、ね、記事の解説ではございませんし、原作比較等もあんまりいたしませんので、その切り口を楽しみいただければと思います。先週の4話で動画出せなくて申し訳なかったんですけれども、まあ、第3話の動画でお伝えした通り、ちょっとインフルエンザにかかってですね、その後体調がずっと調子が悪くて、今日はだいぶ本調子戻ったんですけれども、いやー何事も、やっぱり体が資本だなと思いますので、皆さんもぜひ気をつけてくださいね。インフルエンザもコロナも風邪の人も非常に多いと聞きますのでね。はい。ということで、まあ、私の動画は、久々になってしまいましたけども、気を取り直して、楽しくお話ししていければと思います。というか、楽しくお話ししていくって言うんですけど、楽しいですか？皆さん、このドラマは。もう、地獄ですよね。でも、この地獄を味わって、この、まあ、私で言うとね、動画で皆さんにこうお伝えをしたくなる、喋りたくなる、語りたくなるっていう、この感覚は、鎌倉殿のね、地獄界を見ていた時と一種、似たようなこの感情というかですね、心持ちでございますので、まあ、何なんですかね、ドラマとしての魅力ってのは、すごい、ねえ、もう深い魅力だから飲んでくる。魅力がある、ドラマだなと改めて思いました。で、まあ今回はこのような話をさせていただければと思うんですけれども、まあ先週でちょっと動画出せなかったのが非常に心残りなんですけれども、まあ先週の第4話、そして今週の第5話って非常にまあ一言で言うと、もう怪物一橋春貞という形でですね、とにかく一橋春貞がやべえというかもう、サイコパスとか、もう、サイコパスですよね。というふうな、感じでございましたけれども、まあ、それに対しての、決着がつくという回となっておりました。まあ、今回のこの第5話までが、ドラマの中ではですね、医療編と、題打たれているものでございましたが、まあ、前回、今回と、SNS でも言われてましたけども、地獄編という感じでございまして、まあ、来週以降も地獄なんですけれども、まあ、その中で今回ですね、私は原作は目を通した上でですけども、原作を目を通していたとしても、なんか、手に汗握るというか、それがですね、まあ、魅力的だなって今回見ていて思いました。まあ、要はサスペンスとして一流だっていう部分を、まあ、二つの側面で、紐解いていければと思うんですけど、まあ、今回ちょっともう、タイトルだけで一気に喋り倒そうと思ってるんですけども、まあ、要は今回で言うと、未来ですね。未来がですね、要は、将軍の、奥様でございますけれども、が結論として狂言を、しているという形となっておりました。まあ、言うならば、怪物である一橋春貞を倒すために、そしてなんならば、まあ、そうは言ってももう、そこまで追い詰められたことですけれども、まあ、自分の子供を一橋春貞に、殺されたと。で、このまあ2のところと、まあ、一種一体化する部分ではあるんですけれども、未来が他の側室の子供たちをなんなら殺しているみたいなことを流布されているという状態の中で、いかにしてその子供を間引かれた、子供を殺された未来と側室たちが、いかにして怪物一橋春貞を倒すかというような形でですね、まあ、まず未来は狂ったふりをしたと。将軍、自分の夫に対して、自分の夫をまるで自分の子供のように、子供と勘違いをしてしまうって、まあ言うならば狂っている状態でございましたけれども、まあそういうのを演じるという形となっておりました。でもそれは全て狂言であるという形でございましたんで、これは非常にこう見ていて手に汗握るものっていうのがありましたよね。まあその狂ったふりをしている未来のシーンであれば、要は、まあ、我々からすると、まあ、原作が知らない状態というか、もう私もなんか、それを忘れて見入っておりましたけれども、まあ、愛する子供を亡くして、しかもどうやら殺されたっぽいぞ、そういう風になったらもう気が狂ってしまうっていうのは分からなくもないので、ああ、狂ってしまったんだ、いや、原作だとこれは狂言だぞ、みたいなね。まあ、そこの、そういう感じの私は思考だったので、まあ、ある種のめり込んでいたんですけれども、それをこう、まあ、原作ご存じない方からすると、ああ、未来狂ってしまったっていうところからの、まさに最後のところですけれども、まあ、一橋春貞が自分の息子である、将軍と、そして未来を殺そうとして、毒入りの羊羹ですよね。羊羹を食べさせようとしていたシーンありましたけれども、まあ、そこのシーンで未来が倒れると。まあ、実際は吐き気を催す
弱毒ではありましたけれども、まあ、そこで倒れるというふうになって、で、まあ、もう手に汗握るシーンですよね。 ああいうふうになると将軍からするともう母を殺すか母に羊羹を食って死ねって言われてるからもう食べるしかないという形ですけども、そのギリギリの瀬戸際の状態も、まあ、演技であったと。でそのタイミングで、まあ、運よくというか、まあ、あれは演出の妙ではありますけれども、まあ、一橋春貞はその時、弱毒をずっと積み重ねられてはいたけれども、その時に最後に盛られた、強い毒で、倒れて血を吐くという形で、そこで、全て狂言であったというふうなのが分かりました。これは大奥という、言うならば時代劇というカテゴリーでやると非常に新鮮ですけれども、まあ、いい意味でよくある、ドラマ、映画の、演出パターンですよね。どういうことかというと、敵を騙すにはまず味方からというようなことをですね、やったのがこの狂言でございましたので、まあここ非常にうまく、作られていたなというふうにまあ思いましたね。その原作を知っていても、手に汗握るものがありました。そしてルフということでございまして、これはですね、まあドラマをね、前回4話そして今回の5話と、見ている視聴者からすれば、このドラマの中で何が起きているかというのは非常にシンプルに説明がつくわけですよね。要は一橋春貞が、自分の息子である、将軍に、たくさん子供を産ませて、その中で一番有能な人を、残していくので、もうバトルロワイヤルというか、まあ、子供を間引いているというセリフがありましたけれども、それをしていたわけでございます。事実はそれだけです。しかし子供たちが、どんどん亡くなっていくという中で、疑念を抱く、まあ、側室であるとかも出てくる中において、要はね、誰々からの贈り物ですっていうので全部一橋春貞が、差し向かせているものではあるんだけれども、未来からのお届け物ですみたいな感じでいろんな側室の子供にプレゼントを、渡していたということがありますので、それらの情報を俯瞰する、その全部嘘だよ、嘘だけれども、その情報を俯瞰すると未来がどうやら側室たちに嫌がらせをして側室たちの子供を、殺しているというような噂が流布されていくわけでございます。現代においてもね、まあ、なんなら現代は現代で別の意味で問題になってますけれども、これだけテクノロジーが発達してもデマであるとか噂であるとかっていうのはですね、広がっていくものでございますので、まあそれを考えると、まあ当時においてもそういうことを、しかもまあ限られた大奥という空間においてはですね、まあそういったことっていうのは起きるという形ですね。これは一橋春貞のセリフの中にも第4話の方、あれ ?4 話今回だっけ、あれ今回か。セリフの中にもありましたけども、誰もね、おかしいと思わないんですかねみたいに一橋春貞が笑いながら言っておりましたけれども、もう全部言うならば一橋春貞の手の、まあ、手のひらで転がされているというような状況になっておりました。しかし、これはまあ前回の第4話、そして今回と、それに対して未来が、おかしいという部分に気づいて、そして、リベンジマッチを繰り広げるという形になっておりましたので、この辺のその情報ね、一つ目の狂言のところは敵を騙すにはまず味方からと、そして一橋春貞が全てうまく、噂をルフして未来のせいにしようとしていたけれども、小さなほころびに気づいた、ほころびと小さな疑念に気づいた未来が、一橋春貞が全てやっていたと。まあこれ一回ね、第4話の時に子供が泣いているところに、ほら一橋春貞が足でさ首をこう締めようとしているシーンとかがありましたので、まあその辺から気づいたという形でしたね。この辺がその人間ドラマというよりも事実をどう見せるかっていうところに関して非常にサスペンスとして一流になっていたなというふうに思いましたね。まあ今回のこの大奥の脚本を務められている森下佳子さんという方が脚本家でございますけれども、まあ再来年の、大河ドラマベラボーの、脚本というか、まあ、ベラボーもこの大奥のチームで、作るというふうに、発表がされておりますけれども、まあどういう脚本家かと言いますと、まあいろんな脚本を書かれていますけれども、直近で非常に私がドハマりして、なんなら YouTube の動画の再生数も多かったですけども、それがですね、天国と地獄、最後の二人という、綾瀬はるかさんと高橋一生さん主演の、男と女が入れ替わっているっていう話でしたけれども、あれもですね、サスペンス考察として非常に一流でしたので、いい意味で視聴者を翻弄させた上で、ほら、何とは言わないけど、クオリティの低いさ、サスペンスってさ、映画でもドラマでも日本でも海外でも、その、なんつうの、
伏線巻くだけ巻いとで回収しきらないみたいなものってたまにあるじゃないですか。でもちゃんとそれをわーっとめっちゃ広げるけどちゃんと全部回収するみたいなのがですね、非常に長けている脚本家でございますね。今回も狂言とルフのところをバッと、まあ、広げたものをグッと、閉じるという形がですね、今回の、まあ、第4話第5話というところの魅力だったのかなというふうに思いました。この辺は結構シーズン1シーズン2の第3話までとは、まあ、ちょっとテイストとか経路が違うかなというふうに思いましたけれども、ここに来てその、まあ、新たな魅力っていうのが出てきたってところで、とにかくのめり込む、4話、そして今回の5話であったなというふうに思いました。で、あと、これは多分私の勝手な解釈です。なので、ちげえよって思った上で、あ、そういうふうに思ってんのねって、流していただければなんですけども、でも結構なんか、私の中ではそういう解釈してしまったので書かせていただいたんですけども、死して生きる平賀源内。そして生きて死する、一橋春貞というふうに書かせていただきましたと。怖えな、後ろのこの仲間由紀恵さんが。ですね、要は、平賀源内はですね、梅毒で亡くなっていってしまったわけでございますよね。最後に理想を語って、その理想を結果的に今回実現したわけではございますけれどもね、黒木が喋っておりましたけれども、亡くなってしまったんですよね。亡くなってしまったから、今のこの状態っていうのを、まあ見ることはできない。まあ天国があろうとも、現実に生きている人間として、見ることができないわけでございます。しかし、2話前で死んでるわけですよ。ドラマの中で言ったら何でも経ってるわけですよ。だけれども、黒木を筆頭に、源内さんっていうセリフが出てきて、なんならば源内の意志っていうものが生きて、源内の理想というものが、他の人間たちにちゃんとこう、刷り込まれていて、それを結果的にまあ、実現したという形になっていたので、死んだけれども、なお、いい意味で影響を残す、平賀源内という形で、死んだけれども、平賀源内という魂、本人の意志じゃないけれども、その魂っていうのは、黒木らを筆頭に、生きて、ここに、その思いというのが実現したというふうに、私としては解釈をしました。それだけでも感動的なんですけれども、それと対照的な演出がされていたのが、まさに、まあ、怪物一橋春貞だなというふうに、私としては理解をいたしました。一橋春貞、今回どうなりました？この怪物、なんなら大奥シーズン1、シーズン2と、ここまで、まあ来週以降もまた別の怪物出ますけれども、ここまでで一番の悪役と言っても過言ではないのが一橋春貞ですよね。しかし最後どうなりました？最後、強毒を盛られました。強い毒を盛られました。死にましたか？死んでないですよね。生きておりました。生き延びちゃいました。体強いんでしょう。ねえ、そういうわけでございますけれども、じゃあ、復権しました。してないですよね。まあ、要は、毒を盛られてしまったので、まあ、口ももう、ろれつが回らない、喋れなくなってしまった。そして、まあ、体の自由も効かない、寝たきりに、なっているという形に、なっておりました。なので、まあ、俗に言う、生き地獄に、一つ星春貞からすると、なったのかなと思いますけれども、生き延びたわけです。心臓、つまり人間、生物学的には、人間として生きているわけでございます。死亡診断を、現代風に言うと死亡診断を受けていない状態でございます。生きています。しかし、この毒をもらう今回の第5話で、倒れるまでの一橋春貞の、まあなんならね、苦痛を見て快楽を覚えるやばい人でしたけれども、というふうな同じことが彼女はこれ以降はできるかすら、できないわけですよ。すべて自分の悪事がバレてしまった上で毒を盛られ成敗され、なんならば死ぬことができなかったわけでございますので、生物学的には生き延びたけれども、影響力及び自分が今までしてきたこと含めて、なんなら男遊び含めて、もう死んでしまった。彼女にはもう何も自由は残されていない。これは結構苦痛なんじゃないですかね。よくありますよね。なんつうの、ほら。死んだらそれ以上の苦痛は味わえないけれども、あ、これも被害者的な側面じゃなくて、加害者的な側面って言った時に。だけれども、生き延びさせる、生きながらせ、ながらえさせることによって、逆にその人物としてはより苦痛、屈辱を味わうと。殺してしまえばそこで全て終了ということなんですけれども、そうじゃないので、そこのこの平賀源内と、まあ、一橋春貞、まあ、平賀源内に毒を漏らせた主犯というか指示役も一橋春貞でございましたので、亡くなってしまったけれども、平賀源内の魂は生き続け、
そして、生きてはいるけれども、もう何も自由が利かないという意味で屈辱をひたすら味わう状況になっている。まあ、罰を受けるということでありますけれども、それが一橋原さんだというふうになっているので、ここのこの対比っていうのが、今回の第5話、なんか見ていて、ピーンときたっていうよりも、ふつふつこう湧いてきて、あーってなって、結果的ながらも一橋原さんで何の感情にもないんですけれども、何を言いたいかというと、膝が現代みたいな、生き方ってしたいですよねっていうふうにこう思いましたよね。人間なんて一人でできることなんてたかが知れてるわけでございますけれども、まあ私がね人生かけて何かすごい大きいことを成したいかというとそのビジョンがないので、その意味で平賀源内の足元にも及ばないわけでございますけれども、でも何かこう自分の思いっていうものを普段の仕事であるとか、まあ、YouTube 活動もそうなのかもしれないですけれども、やっぱその信念っていうのをしっかりと持った上でですね、何ならば最低限をちゃんとして生きていこうかなってこう改めて今回見て思いましたけれども、なんかそうしてこう他の人の心の中で自分の仮にね、人間なんていつ死ぬか分かりませんからね、若くして死んだとしても、年老いて死んだとしても自分自身の魂っていうのが何かしら語り継がれたら素敵だなっていうふうに思いますよね。一方でそういう感覚もあるんですけれども、ちょっとすみません、ちょっと話脱線するんですけれども、米津玄師さんいるじゃないですか。で宮崎駿監督の新作の新作というか、ほぼ終了してますけども、君たちはどう生きるかって映画公開されましたよね、夏に。で、そのインタビューの中で、米津さんがおっしゃっていたのが、自分が将来、まあ、いなくなるけれども、その、自分の歌った歌であるとか、そういった作品が、誰のものかはわからないけれども、語り継がれていったらいいな、みたいなことをおっしゃっているんですよ。これは多分そのアーティストという側面でありますけれども、例えばですけども、じゃあ映画においても、絵画においても、音楽においても、誰が作ったかわかんないけど、みんな知ってるとか魅力的でそれが語り継がれていくって、なんかそれはそれで魅力的だなって思いましたよね。なんだろ、そっちが本質じゃないですか。まあアーティストがしたらそれが本質ですよね。名前が語り継がれるっていうことよりも、その自分の作った作品が語り継がれるっていうのは、なんならば何よりも自分の生きた功績というか、名じゃなくて、ことを成したそのものそのものがね、語り継がれ評価されていくってことでありますので、まあ、その米津さんのおっしゃっていたこともわかるので、それと、まあ、平賀源内っていうのは人間としての思い魂ですので、それはまあ一種真逆のものではありますけれど、まあ、どちらにせよなんかせっかくね世の中にはね、まあ私今37歳になりましたけれども、長く生きれない人もいれば、いろいろな事情で好きに生きれない人もいるわけですよね。よくご家族の介護とかそういった意味含めて自分の自由が利かないということはありますけども、私も仕事は忙しいですけども、仕事は自分で選んで今の仕事に今年入って、また YouTube の動画で減っちゃってて申し訳ないと思うんですけども、まあそれを選んでるっていうところも自分で選んでますし、YouTube やってるのも自分が好きでやってるし、好きじゃないものはやってないし、っていう感じですので、なんかいろいろと、ポジティブな意味でね、まあ、もう今年また2ヶ月ですので、ここからどうやって生きていこうかなみたいなことをね、考える、なんかきっかけにもなる今回の第5話でしたね。ね、YouTube もちょっと動画の本数減ってて、いろいろと、クレーム含めてコメントをね、大河ドラマも今止めちゃってるので、いただくんですけども、なんか改めていろいろとポジティブにね、今後何やっていこうかなっていうふうにこう、YouTube もね、思う次第でございます。動画の本数減ってるから、子供やめちゃうのかなとかね、思われて、ご不安な方もいらっしゃるかもしれないですが、やめませんのでね。やめないけれども、いい意味でちょっとずつ変わっていこうかなと。ドラマの解説一辺倒の動画は、2024年、来年をやめていこうかなと思ってるので、八木下総合チャンネル、今ね、これドラマ解説チャンネルって名前ですけども、八木下総合チャンネルとして、来年以降何していこうかな、みたいなことを今、いろいろと頭の中で、限られた時間の中で、最大限のいいものを作っていきたいなと思っているという、ちょっと余談ですが、お話でございました。はい。じゃあその上で後半戦の話ですけれども、まあ、ここも非常に視聴者からしたら一種感動する部分でしたけれども、まあ、理不尽な仕打ちを受けた者たちが報われたというような部分で、まずドラマにこう普通に純粋に感情移入してみると、まさにそれは黒木たちであったなというふうに思いました。言うならば、シーズン2の第1話から第3話で、多くを追われた者たち、理不尽に追われた者たち、黒木の雨の中の叫び、ね、あれは非常に感動的なシーン、原作にもあったシーン、そのまま演出されておりましたけれども、その魂の叫びが第あれ3話2話の時でしたけども、あの時はもう我々視聴者もただただ理不尽、まあ、黒木のセリフもそのままで、ただただ理不尽って
持ったけれども、平賀源内も亡くなってしまったけれども、でも平賀源内の魂は生き続け、そして今回いろいろとありましたが、一応それは、ことをなすという形でね、なりましたので、今でいうワクチン接種という形で、で、ここからその男たちが、まあ、要はドラマの中の設定として、男性が非常に少ないから女性が台頭する、女性が社会基盤を回しているというような世界観のところから、言うならば、今の現実、良くも悪くも今の現実、その、男女共同参画と今の時代言われるけども、言うてもやっぱりこうね、女性からするといろいろと、理不尽な部分っていうのは未だに残っている、時代かなというふうに思いますので、まあ、良くも悪くもそういう時代に、男が台頭していく、時代になっていくってところになりますけれども、でも、黒木たちにしては一つその理不尽さっていうのは報われた部分なのかなっていうふうに思いましたね。で、これっていうのを見たときに、これちょっと現実の話なので背景の、画像なしにしましたけれども、まあ、結構なんか現実との比較で私としては冷静に俯瞰して、考え直すきっかけにもなったなってところがありますね。まあ、どういうことかというと、まあ、要はまずワクチン接種一つ取ってみたときに、まあ、じゃあコロナのもワクチンでよろしいかなと思いますけれども、新型コロナウイルスのワクチンに関しては、まあ、論争が未だにいろいろと繰り広げられるものでございますし、まあ、俗に言う、ワクチン推奨派、何反ワクチン派、いろいろとありましたけれども、で、私自身もね、ワクチンは2回まで打って、最初2回打って、もう東京オリンピックのあの辺ですよね、結構早い段階で2回打ったけれども、それで終わりという形で3回目以降の接種はしてきませんでした。コロナは、診断上は一度も、PCR2 回受けてますけれども、診断上は一度も陰性、陽性になったことは、ないという形でしたので、あんまりこうコロナに対して私自身としては脅威を感じていない。そんな中インフルエンザにかかるという感じでございましたけれども、でもじゃあ反ワクチン派だったかっていうと別にそうではない部分っていうのがあります。一方で、効果的だったとは思います。だからその、基礎疾患があったりする人っていうのは本当に新型コロナウイルスにかかってしまうと本当に命を落としたという事例もあったと思いますので、まあ、そういった方々をワクチンが救ったっていうのは事実だと思うんですよね。一方でそのドラマの中でも描かれておりましたけれども、運悪くというか、まあ統計学的にワクチンが合わずに、ワクチンによって亡くなっていってしまうっていうのがドラマの中の赤面のワクチンにおいても、新型コロナウイルスのワクチンにおいても、一定量出てしまうのは事実である。 100% 安全かっていうと、そうではないという部分がありますので、まあそこだけこう切り取られていろいろとね、ワクチン推奨する人たちが誹謗中傷を受けたりとかっていうのを見ていて非常に心苦しい部分っていうのがありました。だからなんかそういったその、何か新しいことをやる、特に医療だと命がかかってくるので、ってした時に、それらの人たちっていうのは信念を持って必ず取り組んでいるんだと思います。私も、新型コロナウイルスのワクチンに関してはそういうふうに思っておりました。しかし一方で、まあ、それをこう、否定する人もいるし、全否定してしまう、ってこともありますので、まあ、現実的にその、いろいろなことを言われながらも、命がけで命を救おうとする者たちっていうのが、医療業界にもおりますというか、むしろ医療業界、医療従事者の方々の大半はそういう方々、まあ、その中にね、その、また一部ね、もう何事も一部変なのがいるわけでしょ、どの界隈にも。ね、特に言うその、ほら、公金目当てというかね、金目当てだったりとかさ、やぶ医者だったりとかさ、そういうのもいるんですけれども、ただ、同じ人握りだということでございますので、まあ、現実との比較で見たときにもですね、いろいろなね、新型コロナウイルスのワクチン一つ取っても、理不尽な処置を受けていた、方々、開発者の方々、医療従事者の方々、いらっしゃると思いますので、なんか、そういった方々、まあ、いい意味で結局、今年の今のこのご時世なんかまさに、この11月なんてまさにそうですけど、まあ、コロナの警戒度かなり落ちましたよね、今の時代っていうのは。でもそれは、コロナって何でもなかったじゃないのっていう私の感覚はなくて、そういった方々が努力としたから今こうなってるんじゃないかなって私は思いますけれども、ね、まあ、そういった感じのことも、現実世界とのつながりという部分でね、結構このドラマは時代劇だから自分ごとの話ではない、人ごとの話のはずなのに、なんかこう自分の世界の話として、まあ受け止めることもできるっていう意味で、本当にすごい素晴らしいドラマだなというふうに改めて思ったという感じでございました。はい、あとはちょっと個別事象なんで軽く流して、閉じとしていければと思いますけれども、
いやー、将軍、母を殺せないか未来のね、あなたはそういう人でしたねって言葉も非常に印象的でございましたけれども、怪物であっても母親は母親だということで、うちの母親がね、人格、私からすると非常に人格者で、俗に言う、尊敬する人誰ですか？母って言いたくなるような母親なので、こういう怪物の母親ではないので、あれな、わからないんですけれども、やっぱり母は殺せないんですかね。なかなか、俺、今の世の中、毒親みたいなのがあったりとか、たまに聞くじゃないですか、その毒親。なんかね、見た YouTube で、受験、医大に入れなくて何浪もさせられて、母親に、結果的にその母親を殺してしまったっていう、現実の事件ってね、なんか裁判の YouTube 見えましたけれども、あるので、母を殺す、それは娘さんでしたけれども、ありますけれども、いやー、この血のつながりっていうのはなかなか難しいなと。だから逆に言うと、うちの母親は尊敬に値するので、確かにその母が怪物であっても殺せるかっつってたら、いや、確かに殺せねえかっていうふうに思う部分っていうのはありますよね。あとやっぱりこういった将軍がね、優しいから、未来に殺させたって事実を作りたくなかったとかね、余計な優しさかもだけど、その辺の話もあったのかなって、個人的に思っております。はい。で、黒き一家のね、息子さんはよくできた息子さんですな。それこそ俺一回ね、離縁するみたいな話で、もともといなかったじゃんって言ったりとか、で、実際赤面が流行り始めたら、そのタイミングでの実験予防接種第1号を自分でやったりとか、で、それはその黒きの医学者としての信念っていうのもありますけれども、なんか、奥さんも含めて、非常に一流すぎる黒き一家というか、なんかこういう家族いいよねっていうふうに思いましたよね。常に一緒にいれない家族ってのもいると思うので、なんかそんな中で非常に信念というか、なんかそれぞれがそれぞれをちゃんと理解した上で、生きている家族だなって思いましたし、その中で息子は父親のことを、父親の信念をちゃんと理解をして、あまり家にいなかった父親、家をずっと出ていた父親に関してとかも変にドライにじゃなくて理解をしてるんですけれども、それによって逆に黒くからすると父親として成長しきれない、父親としての経験値が少なすぎて、ちょっと息子に時折あたふたする感じとかっていうのも嫌いじゃないですね。なんか本当に一種結構現代においてもなんか一つのモデルケースとなる家族になっていたなというふうに思いました。はい。そして、来週から、地獄編だと、医療編、かっこ地獄編が終わって、来週からは、幕末編、かっこ地獄編が始まります。いやー、原作も見てますけどもね、映像化初めてですよね、ここのところが。いやー、だって今回も最後のところでなると、あれは、徳川家定でやってましたっけ？高嶋さん演じるね、近親相関的なレイプをしておりましたけれども、まあ、結局、また来週以降の動画で言いますけれども、結局、今で言うというか、現実世界において、特に当時の時代にあった男尊女卑的な部分っていうのが台頭してくるというような世界観になってくるので、より、現実世界との、今まではコロナとか、感染症っていう意味での現実世界とのつながりというか、意識に我々視聴者言ってましたけれども、男性女性、男性が台頭する、男性が女性に理不尽な仕打ちをするであるとか、そういった部分での、地獄っていうのが来週描かれていくという部分でありますので、いや、面白いですよ、来週以降。まあ、その辺の話はまた来週以降、しっかりとできればと思いますので、はい。でも、いろいろと論争は繰り上がると思いますけれども、まあ、今回までも、どう考えてもコロナを意識させるような脚色演出されておりましたし、来週以降も現代における、今まで世の中で、日本という国で、男性、男尊女卑とはとか、女性の社会進出とはとか、男女共同参画とはとか、ね、男性による女性の理不尽な仕打ちとはとか、いろいろと社会問題として語られ、対策され、その上で未だに課題が残っているという状況においても、意識するような演出されていくと思いますけれども、この制作陣、そして脚本家の森下佳子さんならば、それをしっかりと、これってあれを意識させてるよねって言いながら、変に現実の方での論争を繰り広げる脚のドラマとして、我々に魅力を、与えてくれるものになると信じておりますので、来週以降もしっかりと体調だけはしっかりと整えてですね、動画制作しっかりやっていければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして、ストップしております。もう10月末体調崩したので、結局何も見解表明できなかったんですけども、どうする家康の動画は11月から少し再開をして、最終回まではちょっと今までと違う編成になると思いますけれども、
触れていければと思いますので、どうせ家康をお待ち、心待ちにしながら数ヶ月お待ちいただいている皆さんは、お楽しみにしていただければと思いまして、来年の、光る君に関してはもう私動画の制作準備始めております。だって来年はね、の光る君はもうどう考えたって美しい大河ドラマなの間違いなしじゃないですか。美しい大河ドラマの解説するにはどうしますか？美しいスライドが必要でしょ？デザインいろいろとすでに試行錯誤しておりますので、そちらもお楽しみください。コンクール民放ドラマに関しては単発でちょいちょい、ここまで何も出せてないよね。その辺は単発で、年内は出させていただければと思います。ちょっと年内はなので、動画、なんか、単発なものが、多くなってしまうと思いますけれども、ぜひ今後も皆様お付き合いのほどよろしくお願いいたします。本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。